皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは、前回の宿題クイズの解答解説に参ります。はい、前回は、キムラハズナートモアザンテンサーザントエンとキムラハズナートレスザンテンサーザントエン、この役例作ってくださいという問題でした。はい、まだちゃんと書いてません。はい、今からやります。はい、よく見ててくださいね。やっぱ下からやりましょうか。いいですか。キムラハズナートレスザンテンサーザントエンですが、ナットがなかったら、あ、低いなと、1万円以下、まあこのくらいかなと思ったら、あ、ナットがついてる。あ、やった。そんなことはねえんだと。こうなんですね。否定したので、1万円はありそうだって感じですね。この辺はありそうって感じなんですが、ノーと違ってナットの場合は曖昧なんですよ。ぴっちり感がないんですね。ぴっちりないっていう感覚がないですね。もやもやもやーんとしちゃって、超えちゃうんですよ。いいですか？超えちゃう。ここかもしんないし、ここかもしんないですね。いいですか？でも、少なくともここはないんですよ。いいですか？ここはない。もやもや感があるので、ぴっちりではなくて、いいですか？ぴっちりここにはなんなくて、ここかもしんないですね。でも、ナットで否定してますから、ここから以下はないです。つまり、最低限1万円はあるよという意味なんです。いいですか？だから、ここは少なくともとなる。少なくとも、はい、木村は少なくとも1万円か。変な字になってますね。木村は少なくとも1万円。1万円も持っていた。持っているか。持っているとこうなんですね。いいですか？はい。ここまでですか？はい。そしたら今度逆です。上の方はどうなるか。理屈は全く同じ。モア算ですから、1万以上ありそうだ、ラッキーと。この辺かなと思ったら、ナットで否定しちゃった。あら、ねえや。ないですね。がっかり。まあ、この辺かなと思うんですけど、ノーと比べてピッチリ感がないんですね。ピッチリ感がないから、まあ、この辺はいいんですけど、なんか、もやもやもやーとしてるんですね。ですが、ここはないですね。1万円は絶対否定してるんで、ここはね、もしかしたらこの辺かもしれない。いいですか？いいですか？なので、いいですか？まあ一番、まああの、なんていうのかな。まあこの中だったらここが、あれだよね。上の、こういう時に日本語で何ていうかっていうと、少なくとも反対ですね。多くても、1万円は多くても1万円しか持っていないとこういう意味になるんですよ。いいですか？多くてもこの辺かもしれないですよ。まあ多くても1万円しか持っていない、こんな意味なんですね。多くても別に日本語でせいぜいなんて言い方があるんですね。せいぜい1万円しか持ってないっていう言い方もあるわけですね。はい、ということなんですよ。ややこしいでしょ。全部1万円なんですよ。いいですか。で、それをどう表現するかっていうことですね。こっちは多くてもっていうこと。こっちは少なくともですね。T がつくと、なんか余計なのが入るって感じがしませんか。しかはもともとあったでしょ。で、ももあったじゃん。いいですか。そんなふうに私は考えていました。で、後の考え方、いいですか？この役、この、なんていうかな、役例作るときに考えるのは、まあ今のこのね、あの上げ下げ理論でもいいんですが、ナットって、否定のイメージだよね。モア算だからプラスのイメージですね。はい。これ掛け算するんですよ。そしたら、マイナスでしょ？否定のイメージでしょ？だから、なんか下の方なんですね。まあ多くても1万円しか、もしかしたら8000円かもしれない。こんな風にできる。マイナスのイメージなんですね。しかネームからがっかりっていう感じですね。はい。もう一つ。ナットレス算だから。こっちはマイナス。ベースもマイナス。マイナスとマイナスかけると、掛け算すると、これプラスになるんですね。だから、プラスのイメージですね。今度は、1万円も持ってる。少なくとも1万円持ってる。やったらラッキーっていう。そんな感じになるんですね。はい。こういう掛け算理論というでも使えます。はい。どっちでもいいです。
まあいろんなバリエーションがあるんでね。はい。私は実は変な覚え方で申し訳ないんですが、T があると増えると覚えたんですね。多くともとかせいぜいとかね。こっち少なくとも。T がないな、ね、な、ノーだ、ノーだけだったら、1万円も持っている。木村は1万円しか持ってないと。まあ、なるんでしたでしょ。T があるとなんか変な言葉が増えるぞっていうふうに覚えたんですね。はい。いろいろ考え方はあると思います。自分でお好きな、考え方をね、選んで、使ってみて、それで、このね、ややこしい、ノーモアザ、ナトモア、ノーモア、ノーモアザ、ナトモアザ、ノーレスザ、ナトレスザの言い回しをしっかり覚えてもらいたいというふうに思います。以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは、後半までのね、宿題クイズを出しましょう。はい。というか、講義ですけどね。はい。今からやる問題、問題としてはここから下なんですが、その前にいろいろ、注釈というか、前置きがあるんですね。まず、今回覚えたいものっていうのは、実はこれなんですね。のモアニョニョロザンビーという熟語を覚えたいというものなんですが、それを覚えるための準備がいろいろ、めんどくさい準備がちょっとありまして、それをちょっと聞いてほしいですね、まずね、問題の前にね。まず前回やったこれですね。He has no more than 10,000 yen と。これは、彼は1万円しか持っていないという文章ですけど、なぜそうなるのかっていうのをね、もう一回確認するんですが、もし脳がなかったら、1万円よりモアザンだからありそうだ、やったーとか、これこれかな、これくらいかな、これ1万2000円ぐらい持っていくかなと思ったら、ノーって否定されちゃったんで、ガクーンと下がっちゃって。で、ノーの場合はピッチリ感があるので、ちょうど1万円、ここだということが決定したんですね。で、がっかり感があるので、1万円しか持っていないという否定形になっちゃうんですね。はい、持ってないという意味になってしまうということですね。はい、よろしいですか？これ前回の復習です。今回はですね、いいですか？ちょっと違うんですよ。どう違うかっていうと、ニョロニョロが入ってる。こっちニョロニョロないでしょ？わかりますか？こっちはニョロニョロがあって、ニョロニョロがある熟語。まあ、親戚には違いないんですが、別の熟語なんですね。はい。それを、お勉強するということなんですけども、はい。これはある程度踏まえて、はい。まずちょっと見てもらいたい文章がありまして、ホエールイズアフィッシュ。クジラは魚である。A horse is a fish. 馬は魚である。おかしな英文ですね。クジラは一応、まあ、哺乳類ということになってますから、魚じゃないですね。で、馬はもちろん、魚じゃないですね。まあ、これは明らか。まだこっちが魚っぽいかなって気がしなくはないですからね。海にいますからね。いいですか？はい。で、ここにちょっと。この熟語は絡んでくるんですね。まず、ザンをつけます。ザンは何とかよりもっていうことですね。お馬さんが、魚であることよりも、よりも、よくわかんないけど、よりも、はい。もはつけましょう。クジラは、魚、より魚、ぽい。っていうか、魚じゃないよね。魚じゃないって言いたいんですよ。ないって言いたいんですよ。ノー。ノーですね。はい。A whale is no more fish than a horse is. A fish は普通消えます。わかるからね。わかるから消えるんです。もちろんこんな点線なんかありません。はい。これで一つの英文なんですよ。A whale is no more fish than a horse is という英語があるんですね。はい。この英語の意味を答えてくださいという問題にします。いいですか？ A whale is no more a fish than a horse is と。こういう英文があります。これの意味を答えてください。で、これ有名な書き換えがありまして、知らないとできません。まあ、参考書に書いてありますから。もうほとんどこの例文ですよ。アホエールイズなんとかアフィッシュ、カコカコカコアホースイズって書いてありますから、それを入れてください。はい、いいですか？はい、今からメッセンジャーやってる方は、この役例と、このお答えを作ってください。はい、それ以外の方もね、ちゃんと調べていいんで、調べた上で